はようございます。本日講師を務めさせていただく加代之助と申します。今回の講義内容は運行管理者試験貨物ですねを誰でも一発合格できる方法を教えていきたいと思います。まずはじめにこの動画を引き続きご覧にいただくために皆さんにお約束していただきたいことがあります。時間がないを言い訳にするのはやめましょう。それさえできれば必ず一発合格できます。なぜかっていうと、勉強ができなくたって大丈夫。中卒の私が1回で合格できたんだから、私と同じ勉強方法で試験に臨めば必ず合格できるはず。なので言い訳をしない、熱い、必ず合格するっていう気持ちがある強い方は引き続き動画を見ていただければなと思います。生徒の諸君、この動画ももう後編、この動画で終わりになりますけども、受験勉強の方は順調に進んでいますか？まだ前編と中編を見てない人は、まずはそちらの動画を見てからこの動画を引き続き見ていただければなと思います。後編では残りの試験までの期間、どういったスタイルで勉強していって一発合格を勝ち取ったのかというお話をしていきたいと思います。どの動画を見てもどの先生たちもきっと同じことを言っていると思いますが、過去問をひたすら解け。試験までの残りの期間は本当にこれに限ります。運行管理者試験は年に2回、過去問ってどのぐらいやればいいのっていう疑問、人それぞれいろんなやり方があると思いますけども、過去5回分で大丈夫。一番近況のものから過去5回分、これをやって私は合格をつかみました。なのでいっぱいやる必要はない、過去5回分だけ必ずやってください。じゃあ過去問の資料を買わなきゃいけないのか。その必要はない。何でも便利なご時世、ググれば何でも出てくるご時世、私の使っためちゃくちゃ便利なサイト2つ紹介させていただきます。こちら過去問 .com、 運行管理者試験の26年度分のね、問題まで全部無料で出ています。自分の解きたい過去問をタップしてこういう風にね出てきます。次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わけられられ誤ってるものを一つ選びなさいっていうような感じでね、こういう風に選択方式になってます。これ4番が正解なんで、4をチェック、回答する、正解です、素晴らしい、はい、ありがとうございますっていう感じでね、次の問題に行くと、そうするとこうやって出てくるんでね、どん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 答えていくと、どのぐらい自分がね正解できたかっていうのがわかります。もうね、暇さえあれば過去問 .com をずっとやっててほしいぐらいなんですけども、ただ過去問 .com 間違った問題の回答の解説っていうのが出てないんですよ。なのでもう一つ今から言うサイトも必ず一緒に使ってください。こちら運行管理者試験過去問題、これも一緒に使ってください。まとめて学習する時間があるときは、正直過去問 .com ではなくこのサイトだけで十分です。だけど過去問 .com をやっていても、まあ自分の間違った場所っていうのをしっかりつけておければ、正直つけといてほしいです。そうするとこのサイトで自分が間違えたところ、なんで間違いだったのかっていうのが確認できるんですね。こうやって下に、さっきじゃあ自分がここの問題間違えましたと、これの正しい回答は何だったんだろうなって思った時に、この回答を表示ってボタンがあるんで、これを押すとこれの問題の正解は4だよ、解説はこちらのページっていうところを押していただければ、全部のね、この30問中どこが正解だよっていうのと一緒に、問1は正解が4、1の回答は誤り、許可を受けなければならない、2も誤りっていう風に事細かく説明してくれてるんですよ。なのでこれを見ないと自分が何が正解だったのか、自分の何が間違いだったかっていうのもわからないんで、へーで終わらせない、必ず回答解説を見て
自分の正解不正解、どこの語句が違った、ここの数字が違った、この言い回しじゃダメだったっていうのを確認してください。そしてよくあるのが、過去問を解き始めると結局選択方式なんでね、まぐれで正解してたりするっていうことがあるんです。そうすると誤った知識のまま覚えてしまっている。これが一番恐ろしい。今の説明でね、しっくりこなかった人のために例題を挙げて説明させていただきます。一般貨物自動車運送事業に関する記述のうち、正しいものを一つ選びなさいっていう問題を例題にね、考えていきましょう。はい、回答はこんな感じでずらずらずらーっと並んでおりますけども、これの正しいものは4番になっています。4番の回答は、国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合において、一般貨物自動車運送事業者が標準運送約款と同一の運送約款を定め、または現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。この問題では正しいものを一つ選びましょうっていう問題でしたね。国土交通大臣の認可を受けたものとみなす、これだから正解なんです。もし自分の頭の知識が、ここが許可で覚えていたとしましょう。ただ時間がなくてちゃんと読んでなかった、とりあえずは正解できますよね。正しいものでたまたま奇跡的に4番を選んだから正解になります。ただもしこれが、最後の部分が認可ではなく許可を受けたものとみなすに変わっていて、正しいものを選びましょうっていうので4番を選んでしまったら不正解になります。正しくは認可なんです。なので過去問をやって丸付けをしてるときに、合ってる合ってるだけで回答解説を見ないのは絶対にダメ。正解していた問題も本当に自分の覚えてる知識が正しいのか必ず再確認してください。これは本当に大事です。今みたいな感じで勉強を進めていけば、残りの試験期間知識をつけてしまえば、今言った過去問の解き方、過去問の勉強の仕方で OK です。それ以外のことはしなくて OK だけど、過去問 .com とかね、こういう過去問のやつをやってると、もう流れで答えが分かってきちゃうんですよ。変な覚え方をしてしまう。なので必ずいつも過去問、新しいものから古いもの5回分っていう解き方をしないで、古いものから新しいものをやってみたり、間を飛ばし飛ばし、つまみつまみでお勉強したりすることが大事です。だけどそんな長い時間集中力続かないし、勉強疲れますよね。私も初めて過去問解いた時、30問解くのに120分かかってました。だけどこれが慣れるとね、本当に 3,40 分ですぐに答えれるようになるんですよ。あっという間に答えて時間にいっぱい余裕ができるようになるんですけども、無理は絶対しない。私はいつも過去問を1日に1個まとめてお家で時間がある時に解く。それを解き終わったらもう缶ビールをプシュッと開けて、答え合わせ、自分の知識が正しいのかっていうのはもうビールを飲みながらゆっくりゆっくりノートにまとめました。書けば覚える。そしてね、何回つまずいても何回も同じとこ間違えたりするのよ。だからあれ、また同じところ間違えてるってなっても、すぐにねノートにまとめとけば、間違えたところをすぐに、あ、また同じ間違えだったんだなってすぐ確認ができる。だから間違えた問題も必ずノートに書く。これさえやってれば絶対に合格できる。だって私が合格できたんだから大丈夫。正直みんなこの堅苦しい文章にやられちゃうと思うのよ、試験受ける人は。だけど過去問をひたすら解いて、この難しいいやらしい言い方に、言い回しに慣れることによって、試験も全然緊張しないで本当にいけるから大丈夫。私もね、今だから言える、試験受けて全部問題答えた後にも全然時間余ってたのね。だからさらに答えをもちろん見直していく中、自分が絶対に正解している問題は何問なんだろうな、自信があって答えれた問題って何問なんだろうって、そこまで確認するぐらい時間に余裕があった。私はその時の自己採点、自信満々で答えたものは21問だからね、正直ね、もうね、受かってるって思ってた。そんな中私は30問中25問正解っていう形で合格していた。
だからね、本当に自信持っていこう。この難しい言い回しになれれば本当に大丈夫。もしね、私はもう結構知識がすでに抜け落ちてしまっているのがある。だけど熱い心はね、いっぱいあるから、もしこの動画を見てプッシュしてほしい、背中を押してほしいって人がいるなら、私のね SNS 概要欄に載ってるんで、そっちの方からカツを入れてくれって DM 飛ばしてきて。私で良ければ背中を押すから。頑張って必ず合格勝ち取りに行こうね。以上をもちまして、中卒ヤンキーでも一発合格運行管理者試験貨物の部を終了とさせていただきます。長い間講義にお付き合いいただきありがとうございました。普段はトラックに乗っていろんなところへ行ったり、トラック運転手がどういう生活なのかを YouTube で上げているので、もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。絶対合格しようね。